今はここは天草です。天草から今次は島原へ向かいたいと思います。ということで次は大事にするからね。ビクッてしまうデリケートゾーン。店舗ですね、長崎ピックアップしてたんですけど、仲良くさせてもらってるゲーセンをこうバーって回って、うん、と個人店を紹介するということで、面白いゲームセンターをね、もう一回チャンネルをこう紹介してると思いますんで、明日はね、いいところいっぱいあるといいね。このよりも急いでこれダメだよこれ駅ですよ。いいね、いいね、いいよ。ゲーセン選びのコツはやっぱ人口の少なくてやっぱゲームセンターがあるところとか、もう田舎のゲームセンターちょっと穴場多いんで、チャチャチャってやってね、はい、美味しいご飯食べようよ。本日はですね、こちらをやっていきたいと思うんですけど、録画ミスしてたんですけど、これね一個取れたんで見てみたいと思います。ゴミの予感。ちなみに1プレイ200円です。あーこれもぬいぐるみや。虫で開けてるもんね。マジで。でもさ、店員さんが多分丁寧に作られたんだろうね。申し訳ないけど、やばい。次も多分ぬいぐるみや。え、これ当たり券が入ってんの？はい。あ、やった、かわいい、かわいい。マジか。ないじゃん、もう。え、4つ。でも店員さんが良すぎるからね、あの人みたいな。あー、まあ確かにね。じゃあ拭いてもらいました。こっちはダメでした、積みゲーになっちゃった。マジで。あ、やっぱりね、思った。あ、これ、うん、だと思った。まあ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 もうでも嫌、もう嫌、もうクレーンゲームしたくない。1時間ちょいとやって5つしか取れませんでした。なかなか難易度は高かったです。
面白いね。ほう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 、空にしてやるぞ。日頃の行いでしょうな、これは。グラス結構惜しかったね。ちゃん。おお。これ片付けるの大変そうだね。おお。ハこれでもある意味取れ高ですよね。花なの。せめて赤。ます。イエーイ。もう一回じゃあな。佐世保に来たら佐世保バーガーを食べないと。社長たちどこ行ったんですか。え、取れるんかい。マジか。取れるんかい。ここ時間かかりますわ。もう全部やるの。はい、全部取る。こい、鍵こい。あと5000円あればいけるかな。かー、もう、おお、やってきましたよ。両替した途端開けてくださいよ。6が出たら終わりにしましょう。出たよ。はい、出ました。10番。何個目。36個目。マジ。全部いきましょう。行けよ、もうマジ行くよ。2回連続かと思った。なんかもっかいみたいなこと言うけど、この BGM がだんだんムカついてきたな。お、北島、これこそ北島。 9、 まだいい。また後で。いや、波来てますわ。この辺とかはないっすね。わからん。でもあの人結構ぐちゃぐちゃ混ぜてくれるから。あ、そうなんだ。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、さっきぐちぐち言ってたやつ使われるな。え、鍵これ、鍵これ、ねこれ。残りがこんだけになりました。あと23個、23分の2引き当てたいと思います。さあ一発目。はい、ありがとうございます。鍵じゃないですね。ボトン病の方にはたまんないかもしれないですね。今鍵だけね、別々にしてるんですけど、合計で51カプセル我々は作りました。ということで、まあ、今までのところは大体倍速でいったんですけど、はい、ここからはね、あの一気に開封していこうと思います。はい、ブンチブンチ。もう断りを得てブンチは入れさせてもらってます。なんかさ、もうちょっとイライラしてきたから、開けたのを素早く言うゲー。うんち。ほぼうんちだよ。うんち。おお。うんち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 。お？うさぎでした。うちがいでした。うんち。うんちやろ。ドラゴンボール。ドラゴンボール。だんだん握力がなくなってきた。うんち。
ドラゴンボール。おお。おお。やばいっしょ。ドラゴンボール。三連続ウンチを引き当てろ。ウンチ。ウンチ。だいぶ今連続でウンチ。ウンチ。はい。ますね。はい。いやー。やー。おー。うんち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 。ああ、合計で51カプセル。一応ですね、まあ1万ぐらいだったかな。ああ。で、カプセルがあるんですよ。出た順的にはこうかな。まあとりあえずチラって見たところは、まあこの辺はあるんですけど、あと1個なんか番号が書いてない鍵が入ってたんで、6番が出ればもうここで終了。8番だった場合はもう1回。鍵が出るまで継続となります。まずはですね、9番9番、はい、9番、はい、どうせしょぼいんだろー。いきます、オープン。これみんな作らせやん。マジで俺これ持ってきたし、今日俺今日これ持ってきてましたよ、マジで。現地調達。俺のスーツケースの中これ今日3つありますからね。はぁ、マジかよ。はい、じゃあ次いきます。次は10番やったっけな。10番オープン。おお。まあ、これぐらい、こっちの方が多分高いっす。そうだね、はい、いいお店。ギリギリ。さあ、ラストです。ラスト。さあ、ラストがですね、これ鍵ついてないんですよ、番号が。あ、そうなん。8からやる。そうですね、8から行きます。はい、開くな、開くな、開くな。お、お、開かない、開かない。ということは、さあ、今のところ N 一度のビンゴ大会の景品でよくあるバリスタヘッドホン、ヘッドホン、ワイヤレスヘッドホンで、プロジェクター。いいやん、プロジェクターいいやん。さあ、開けてみましょうか。開けてみましょう。さあ、すごい。あ、来た、入った。さあ、スイッチ入ってるかもしれないですからね。オープン。これはちょっとマジっすか。嘘だろ。言葉が出んな、これは。うん、最低くなよ。そうやん、優しいね。最低でもヘッドホンは取れると思って俺もくくってたのに。まあ旅としては面白いかもしれないですね。まあいろんなものを犠牲にしながら我々は前に進んでいきます。縁日のおめでとうございます。イエーイ。縁日のイエーイ。縁日のイエーイ。縁日のでも店員さんめっちゃいい人だったんで、店員さんには俺言ってくれ。行き当たりばったりの旅を続けるチームもっかい。次に向かった先は古き良き日を思い出す昔ながらのゲームセンターであった。最近では対策されてるあの設定も、あんなことやこんなことをして華麗に撮っていくので動画映えに乞うご期待。20代以上の方にはぜひ懐かしんでみていただきたい一作である。次回、キモカワプリントクラブ。四国の旅の副音声を縁日堂チャンネルで公開しているので、そちらもよろしくどうぞ。